本日は大安なりは、辻村水木による日本の小説、及び、それを原作とする2012年のテレビドラマ、野生時代にて2009年8月号から2010年8月号まで、各月で全7回連載された。単行本発行日は、大安吉日の2011年2月25日で、初版限定で、両縁祈願のしおりが、封入特典として付けられた。 第24回山本周五郎昇降補作。同じ日に同じ結婚式場で式を挙げる4組のカップルを様々な視点から描いた作品。連載時は4組の事情が順番に描かれる連作短編形式で構成されていたが、単行本化の際、著者の辻村は連載最後で一つにつながり、自分でも驚くほどに勢いを感じた。この作品をさらに、 良い形でラストまで読んでもらうにはどうしたらいいだろう。と考え、会場全体のタイムスケジュール表をマイクロソフトエクセルで作り、冒頭からグランドホテル方式として過、過筆修正を施して仕立て直した。テレビドラマ版は、とある大安吉日の日、結婚式場に、今日の結婚式を取りやめろと書かれた脅迫状が送りつけられ、 この脅迫事件を突き止めようとウェディングプランナーが奮闘しながらそのウェディングプランナーの結婚式での奮闘と結婚式を挙げる人々を描くサスペンスコメディ仕立てとなっている。新労を試そうと式当日の入れ替わりを企む美人双子姉妹。かつて自分からすべてを奪っていった女の式を担当するウェディングプランナー。大好きなおばの毒殺計画を聞いてしまった小学生。 妻がいることを言い出せないまま浮気相手との結婚式当日を迎えてしまい、式を中止させようとする男。対イ吉日、四4組のカップルの式のそれぞれの結末は、ホテルアーミティ、県内で最も老舗のホテル、ウェディングの実績にかけては、県内ナンバーワン。2012年1月10日から3月13日に、NHK 総合テレビ、夜ドラの第2弾として放送された。 主演の優香は2000年に TBS で放送された20歳の結婚以来12年ぶりに主演する。また、タレントで元 AKB48 メンバーの大島舞が本作で女優デビューする。ホテルアーミテ新郎、新婦両家その他。ありがとうございます。